はい、どうも、安です。マックスです。はい、今回の動画では、女性の食いつき具合を確認してからホテルに誘うと、まあ、そういう話をしていきます。はい。まあ、このホテルに誘う以外でも、こう女性の食いつき具合に合わせて、まあ、言葉を選んで対応していくと、はい、っていうのはまあ大事なことなんですけど、まあなんか食いつきが全然ないのに、ホテルに誘っても、まあ、当然失敗するわけですよね。まあ、それ以外でも LINE 打診するにしても、連れ出しの打診するにしても、まあ、なんか他のことを誘うにしても、相手が、全く食いつきないのに、そういうことやっても、まあ、失敗する可能性が高いと。そうですね。なので女性の食いつき具合とかを確認するっていうのは、ナンパする上で、重要だと思います。はい。はい、で、まあ、その食いつき具合を確認する、ためにですね、まあ、サインを見極めると、はい、っていう、まあ、ポイントがあるんですけど、はい、まあ、サインっていうのは、まあ、食いつき具合と、まあ、思っていいと思います。はい。はい。で、まあ、いろんな、サインがあるんですけど、まあ、女性っていうのはその男性と接してるときに、まあ、いろんなサインを発してるわけなんですね。それがすげえ微妙なものだったり、そうですね、こう女性ってこう繊細な生き物なんで、男性って割と鈍感じゃないですか。こう女性が思ってることとか感じてることをなかなか気づかなかったりする、そうですね、わけなんですけど、女性はあんまり直接的に言葉にせずに、こう、間接的に伝えてくるんですよね。そうですね。なのでそこの、サインを見極めると、っていうのは大事なわけなんですけど、で、まあ、例えばですね、こう一つ例を言うと、分かりやすいのは、まあ、質問サインっていうのがあって、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、話の流れとは関係なく、こう年齢とか、名前とか、そうそう、仕事何してんのとか、恋人、まあ、彼女、いるのとか、まあ、そういうことを聞いてくると、まあ、いわゆる興味からの質問サイン、そうですね、興味を持ってるっていう、興味を持ってるっていう、まあ、これですね、逆にですね、話の流れの中でなんかなんとなく聞いちゃったとかっていうこともあるんで、それは別に質問サインじゃないんで、話のバランスを取るために、そうですね、会話のコミュ力高い女とかだと、そうそうそう、まあ、そういう質問してきたりするんですけど、そこが、まあ、そうじゃなくて、そういう流れとは関係なくこういうことを聞いてきた、唐突に、唐突に、そうそう、大体盛り上がったタイミングの後ぐらいに、そうですね、あ、そういえば、そう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 、ありがとうございます、名前なんていうの急にここで、そうそうそう、仕事って何してんの、そう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 、まあ、そういうのを、まあ、3つぐらい質問サイン確認できたら、まあ、大体食いつきがあると思っていいのかな、そうですね、はい、まあ、そういうふうにですね、まあ、サインってあるんで、そうですね、うん、ちょっと不足するなら、はい、サインが出た時に、全部まともに答えるというよりは、まあ、同じことを複数回聞かれ、まあ、まあ、それも3回ぐらい聞かれたら答えるぐらいのバランスでいいのかなって、全部まともに答えちゃったら、そうですね、女の興味むせちゃって、うまく興味を引くっていうのは大事ですよね。そうですね、この人何者なんだろうっていう、そうそうそう、うん、そういうちょっとじらすというか、そうそう、うん、関係を築いていくっていうのは和みで大事なんですけど、なんか全部自己開示することは関係を築くってことでは決してないっていう、そうですね、興味を持たせてる状態はキープしながら、あくまでこうただ真面目に女性の質問に対して答えるっていうのだと、そうそう、まあ、会話はつまんないですからね、そう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 、そういうなんか遊びを入れていくっていうのがちょっと面白いっていうか、その、まあ、遊びに慣れてる男の和み方かなって、そうですね、僕はやっぱり仕事とかと違うんで、そう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 、仕事だったらなんか上司から質問されたことをちゃんと答えなきゃいけないじゃないですか。あ、まあ、うん、そうですね。仕方すんな、僕は。適当にごまかせばできないじゃないですか。そうですね。それとは違いますから。確かに。女性とのコミュニケーションなんで。そう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 。うん、仕事じゃないんでね。そうですね。エンタメなんで。エンタメ、そうですね。楽しませよ。うん、ただまあじらしすぎても、うん、そうそうそう、ちょっとマイナスだったりするんで。ここがまあ。そこ、まあ、2、3回それ聞かれたら、まあ、本当に聞きたいんだろうなっていうことなんで、まあ、2、3回同じことを繰り返して、まあ、聞かれたら、まあ、ちゃんと答えてあげる、そうですね、はい、っていうぐらいのバランスがちょうどいいかなと、そう思います、はい、で、まあ、あとはまあ、ホテルに連れてく前に、ハンドテスト、
をするっていうのが、まあ、こう上等手段っていうか、そうですね、よく、まあ、我々あの TAV っていう教材を参考にしてやってるんですけど、はいはい、まあ、その中で、まあ、言われてることなんですけど、うん、まあ、ハンドテストっていうのはあの、まあ、女性にですね、あの手をこう、まあ、差し伸べるっていうか、あの、そうですね、うん、差し伸べた時に、うん、まあ、手を握ってくるかどうかっていうのをテストすると、うん、まあ、握り返してき、あの握ってきたら、まあ、食いつきがある程度あって、うん、まあ、ホテルに誘ってもいいだろうと判断できると。そうですね、まあ、そういうことなんですけど、うん、まあ、そういうふうにあのテストして、食いつきを確認してから、まあ、ホテルに誘うとか家に誘うとか、そうですね、まあ、具体予防っていうか、うん、まあ、その自分、要はそのこれからセックスするっていうことに対するこちらのまあ要は意思表示みたいなものじゃないですか。だから一旦ここで具体予防しとく、うん、確認しとくっていうのは大事で、これ例えばなんかこうなんとなくこう何もしないからって言って個室に連れ出して急に表現するっていうのだと、そっからなんか変な具体崩しが始まるんですよね。そうですね、っていうよりやっぱりだったらもうその手前の段階で、予防しとく、確認しとく、先に確認しとく、匂わせとく。そうですね、匂わせとく、そうそう、うん、それは大事ですよね。すげー大事、うん、なんか女の子もこう全くこう準備しなくて、うん、あ本当に何もしないんだと思って、あ本当に軽く歌うだけなんだ、DVD 見るだけなんだとか、うん、って思って行ったらなんか、うん、急になんか急に、うん、ギラつかれて、襲われて、うん、そうそうそう、そうなるとね、良くないですからね。やっぱ、うん、グダはあの誰もでも起こる可能性ってあると思うんですけど、うん、沖縄はやっぱ理想じゃ起こさせない、はい、それをこうまでの、こうテクニックだってナンパを通してコミュニケーション能力をつけるってことが大事だと思うんですよね、うん、そうですね、その最後の最後でこう攻防戦繰り返すっていうのはやっぱあまりスマート、うん、スマートじゃないじゃないし、多分お互い嫌な思いする可能性高くなる、そうです、ね、と思うんですよ僕は、うん、だから、うん、あちょっと、うん、そうですね、本当にだから女性がこう、まあ、抱かれたいとか抱かれてもいいかなって思ってるはずだっていうのを確認してから、そう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 、誘うと、そしたらグダも起きないし、うんうん、そこはやっぱ目指すべき、そうですね、うん、そういうスマートな、そうですね、その方がまあかっこいいですよね。そうそう、で、まあ、あとこういうハンドテストとか質問サイン、うんうん、まあ、これ、まあ、目安というか、まあ、これやれば絶対 OK ですっていうわけでもないんで、まあまあそれはそうですね、うんうん、別にしなくても、うん、しなくてもいけたりも、それはまあ空気感もあるし、そう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 、うん、なので、まあ、例外もあるってことで、そうすげえ、あ、うん、手汗がひどいやつとか、そう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 、そういう人いるじゃないですか、うん、いますね、緊張しててとか、そうそうそう、ハンドテストは失敗したけど、うん、でもまあ食いつきは十分にあるっていうのはあるんで、ハンドテストしなくてもホテルに行ったりとか、うん、まあ、できたりもするんで、それ全然ある、うん、なので、まあ、あくまで目安として、まあ、マストではない、マストではないですね、うん、こういうのを、まあ、活用しながら、そう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 、ナンパしていけばいいのかなと思います。そうですね、はい、じゃあこういう感じで終わりました。今回の動画は終わりたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。